けてゆく、そんな風に感じてたのかい。少年よ、旅立つのなら晴れた日に胸を張って。 It's a pity 病院、心が震える場所探して歴史をゼロに巻き戻す英雄
夜はただ一人でいい。今あの崖を飛び越えて、次は石原慎一さん、どうぞ。すごい懐かしい、ね、素晴らしい、お疲れ様でした。5、6年ぶり、素晴らしかったね。いやいや、6年ぶりぐらいになります。ほんまにね、こんばんは、こんばんは、はい、ということで、いやいや、まあ、ね、ライトがチカチカすごいです ね、 ね、綺麗ですね。あー、いいね、はい、すごいすごい。で、はい、ね、本当にちょっと懐かしいですが、僕ら6年ぶりぐらいに、6年ぶりですよ、はい、会いましたね、はい、前中野サンプラザだったんですけども、そうですね、こうやって10年、はい、早いですね、あっという間ですね、空河から始まった歴史がもう10年、で、石原さんということで ね、 ね、じゃあ早速歌っていただきましょうか、はい、もういっちゃいますか、もういっちゃいます、いっちゃいますか、はい、わかりました、じゃあよろしくお願いします。ありがとうございます。田中さんに大きな拍手を。かっこいいですよね、バランスが全然変わんないもんね。悔しいですね、技術的にはすごく、ね、そんな、あの体型が悔しいです。いや、もうよっちゃんはもうすごい年輪を重ねて、いやいやいや、音楽性を重ねて、おっしゃいますよ、はい、もうライダーチップスも一緒で本当に楽しみにしてきました。さあ、それでは空河からアギトへ聴いていただきます。来月僕サンパウロに行って、アギト歌ってきますけど、地球の裏側でどんだけ受けるかね、ちょっと頑張ってきてみたいと思います。さあ、それでは、今日は日本の皆さんに仮面ライダーアギト。求めるもの、また誰かが平気な顔をして夢だと
面ライターアギト君のままで変わればいい Here we go カンセロ仮面ライターアギト今君がいないとゲットご紹介しましょう、リッキI'm not afraid to die.
マシンはいつでも終わらない闇の中進んでいく戦うため嘘誰よりも早く明日を見に行けば自分の足跡だけが残されていくのさ嘘そんな時にでも強さを信じるなそして初めまして、リッキーです。すごい人がいますね。あ、サングラスでよく見えない。僕の目見える？僕はライダーチップスの正式ボーカルですから。チェルさん元気？なんか今日遠く見えるんですよ皆さん。テラジン元気？ジョーさんよろしくお願いします。ということでね、野村芳雄さんです。ライダーチップスでは僕リッキーで、リキオって呼ばれてて、彼は野村芳雄でいつも僕をいじめるのでワルオって呼ばれてます。今日全員で呼んでくれません？ワルオって。せーの。そうそうないぞ、こんなにたくさんの人にワルオって呼ばれることは。相当悪い人っていうか、お前歌ってる時と喋ってる時のギャップが大きいぞ、はい、どうも初めまして、リッキーです。じゃあせっかくだからリキオって呼んでください。せーの、リキオ。さあ気持ちも良くなったところでそろそろどんどん行きますか。はい。気持ち良くなったのでもう一曲歌っていいですか？この曲はですね、さっき歌ったのが仮面ライダーカブトの挿入歌、そしてエンディングテーマになっていましたフルフォースという曲です。そしてこれから歌うのが、僕は急遽歌えとワルオさんに言われて、今日歌うことになりました。一生懸命歌詞を覚えました。それでは聴いてください。ライダーカブトから、主題歌歌わせていただきます。ネクストレベル。
が想像してた未来が歩き出した道に未来はない。でかチャンスことが求め続けた瞬間ここにある。誰もいない地区一人しかしてく未体験エリアで始まる Real 絶対自分だけがこの時代を変えてゆける。最強のレジェンド見逃すなついてこれるなら、yeah! hey! stay! Stay! アキマの渡辺チェル。歌えて幸せです。それでは続いての素敵なボーカリストを紹介します。女性ボーカリストです先ほど、リハーサルでは3音つけて大先輩なんで3音つけて呼んでいたんですけれども、いいから3つけなくていいから言われたんで呼び捨てていきたいと思います。そこ、おーっていうところでもないんですけど、それじゃあ紹介しましょう。素敵な女性ボーカル、寺田恵子。
恵子です。じゃあ、もう一人、素敵な、シンガーを紹介しましょう。 MC80! ヘイヘイヘイ、お疲れさん。お疲れさんでした。久しぶりですね。え、5年ぶりだね。前回、中野サンプラザでやって、それ以来にね、はい、なるけど元気でした。あ、元気でした。お元気です。元気です。ほんと10年ですよ。どうすごいね。毎年僕なんてね、もう本当にワクワクして、ライター好きだからね。え、ね、私も大好きよ。ねっ大好きよ。どうでしょう、これ歌ってなんかこうなんか自分の芸幅広がったみたいなとこっていうか、割とほら自分が普段やってる音楽に近いから。そうだね。うん、どっちかというとこういう拳系の音楽をね、普段頭振ったりとか、あのなんか割と戦闘系が、あああのプライベートもすごく戦ってますから。頑張れ健吾。ありがとう。ご苦労さんでした。あ、どうもどうも、ありがとうございます。みんなどうもありがとう。寺田健吾。さて、次は俺の番なんですけど、ちょっと準備していい？Oh,
ごい人だな。ちょっとお水タイム。頑張るよ。ちょっと待ってね、ファイトフォームうるさい。もう準備できたんでね。 OK 頑張るよ。ていうかすごい人だね。ねえ、この後も素晴らしい歌詞が出ますんで最後まで応援してね。さあ今の Justifieds は、MCAT の後輩のダバンプのイサが歌ってましたが、次はライダーチップスと MCAT が歌った曲です。準備は The People with no name。 頭の中声がしてる、それ以上はアウトマイコントローラー、一瞬また迷いが邪魔で、なんだけ僕ら夢見たこと、カモフラージュカメラが追う、そこはまるで光のシャワー、取り去られ奪われたのはいつだってなおなき愛しいもの、誰も皆正義というタイトルを歩くから、美しい醜さも見ない、No place to go, people with a name、 名前のない傷ついた体ひとつで、心がまた叫んでいる痛みを感じても、 people with a name、 手に負えない出来事に落とされても、奪うことのできないもの、心動かすどん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 進むのみ、分かれ道で右か左、もう一つは待ち続ける、地図を持った確かな人、正解は君の The answer to Z、 当てのもなく胸でもなく、この怒りはどうすりゃいいの、見下ろすから見落とすの当然、小さな花にも名前はある、切なさも悲しみも時間が連れて行く、行き先はまだ知らぬ地図、まあもう I'm not letting go、 People with a name、 名前のない傷ついた体を休め、心がまた夢を見てる、自由に飛び回れ、 People with a name、 今日もどこか繰り返す戦いもある、目を閉じたら通り過ぎる、思い出しもしない、それでも先を急ぐのに、
ありがとう。いかがでしたか。途中みんなの熱気とバンドの音で一瞬耳が聞こえなくなりましたが、ええ、それもまた楽しいということで。ではもっと素晴らしい人に出てみていただきましょう。松本里香。松本里香。どうも、こんばんは、松本里香です。龍騎、仮面ライダー龍騎の主題歌ですけども、女性ボーカリストとしては
初の仮面ライダー史上、はい、今までねずっと男性が歌ってきたんですけども、はい、女性で仮面ライダーオープニング行ってみたらどうなんだろうって、うん、で誰にしようって言った時に松本梨香がいいんじゃないかということで、決まりまして、なんかあれかな、やっぱりあのお芝居とかでも男の子役やったりとかするじゃない。あそっかそっか、だからかな、中間な感じが。その声優さんやってる時もね、声優さんやってる時も男の子の声出したりとかしてるじゃないですか。そう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 、10年祭ゲットだぜって感じですか。ちょっとお宝ですよそうそうこういうコンビネーションないですからね今ね、コラボせっかくのコラボだから、はい、仮面ライダーゲットだぜもお願いしちゃおうかな。仮面ライダー勇気でいい？え、仮面ライダーで、あ、じゃあ仮面ライダーでいきます。仮面ライダーゲットだぜあのすごい嬉しいのはこの、ありがとうございます。今聞き逃さないよ、可愛いっていう言葉今日来てよかったなと思いました。 ありがとうございます。ありがとうございます収集がありがとうございます、うん、あのゲットだぜって言ってこんだけねみんなが喜んでくれるんだったら、私はずっと、まあ、仮面ライダー龍騎の歌もそうですけど、ずっと死ぬまでね100歳を超えてもねずっと歌い続けて、元気に頑張っていきたいと思いますだから今日はね10年歳だけど20年歳、30年歳、50年歳、100年歳ってねどんどん続いていけばいいなと、すごく本当に私も心から願ってます。多分その時にはもうバンドの方はみんな椅子でこうやってなるべくちっちゃい音ある意味すごい見たい、うん、多分でもみんなも一緒にこうね年齢を重ねていてどん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 あのね子供に子供こうほらお孫をひ孫みたいな感じでつながっていって、なんか本当にね仮面ライダーを愛してる人が今日こんなに集まってくれてね、なんかすごい感動してます。ありがとうございました。ありがとうございました。ということでございまして松本梨香さんでした。どうもありがとう、またね。さあそろそろ夜も更けてまいりました。この時間だと結構来てるちびっ子たちはこうなってるのもステージ上からお見受けしておりますが、今の多分松本梨香さんの声で起きちゃったんじゃないかというところで、好都合なんでここでせっかくなんでバンドの紹介をしようかなと思います。楽しんでますか。本日演奏しているのはライダーチップスです。僕らも平成ライダーとともにですね、それでもうちょうど10年10周年になりますけれども、結成をしましてずっとライダーオフィシャルバンドとしてずっとやってきてて、仮面ライダーの曲には本当たくさん携わってきてるんですけれども、ここでメンバー紹介を軽くしたいと思います。皆さんから向かって左手から参りましょう。一番向こう側です。オンベース寺澤光一、テラチンです。そしてオンキーボード渡辺チエル、あ、帽子は取るって言ってないからチェルちゃんとお呼びください。そしてオンドラムスジョーチ、なんで黄色い声が多いんだろうな。そしてギター野村芳雄、ありがとうございます。で、ライダーチップス結成当時からですね、バンドにはボーカリストがいませんで、毎回毎回素敵なボーカリスト、あの今日みたいに、曲に合う感じとかやって、この人と一緒にやりたいなっていうボーカリストを呼んでですね、毎回やっていたんですけれども、4年ぐらい前からですか、ちゃんと正式メンバーを呼ぼうということで、ちゃんとボーカリストをバンドに入れました。もう先ほどちょっと出てきて2曲ばかり歌ってるんで紹介もいいかなと思ったんですが、そうすると
会社的に怖いのでちゃんと紹介しましょう。オンボーカルリッキー。リキオ、これは何だ、これは。ちゃんと紹介しましょう。ライダーチップスにはなくてはならないボーカル、リッキー。皆さんこんばんは。改めまして、リッキーだよ。ということで、リッキーを迎えて最初にシングルを作ったんですけれども、その頃はまだ彼はメンバーではなかったんです。まだライダーチップスフューチャリングリッキーで曲を出しました。じゃあ早速ですけども、リッキーが出てきたところでその曲をリッキーから紹介します。はい、それでは仮面ライダーブレイドからオープニング行ってみますか。エレメンツ。心に剣輝く雪、確かに閉じ込めて奇跡、切り札は自分だけ。風が教えている、強さは自分の中に。恐れさえ乗りこなせるなら進化してく。風を切って走る、戸惑いも迷いも捨て、どこまでも遠くへ行けると信じてみたい。で馬に叫ぶ声は不可能、剣輝く雪、確かに閉じ込めて、見えない力導くよ Blade。 眠り目覚めるとき未来、悲しみが終わる場所。リキオちゃんこっちいらっしゃい。はい、あ、こっちで。今なんかソロの前で俺のこと呼び捨てしなかった？
え？いや。してない。うん、本当。じゃあいいや。とりあえずライドチップスのボーカル、はい、リッキーです。リッキーです。リッキーもちょっと汗を拭きたいだろうから。はい。ちょっと休ませてあげる。え、まだあるんですか。いや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 。ボーカルリッキーでした。ありがとうございました。リッキーでした。さあ、ということでございまして、次の曲はですね、仮面ライダー、仮面ライダーといえど楽器を弾くライダーが何人かいたりなんかしましたね。まあ今日のオープニングなんかは太鼓を叩いたりなんかみたいなね、そういうライダーだったりといろいろございますけど、仮面ライダー牙というライダーがいました。牙はバイオリンを弾く。今日はその牙の曲をバイオリンバージョンでお届けしてみようかなと。そうこういう感じもないんじゃないかなっていう、思ってるんで、結構僕たちも楽しみにしてる状態なんですけども、じゃあバイオリンを弾いてくれるバイオリニストを紹介したいと思います。越川愛文。じゃあバイオリンを迎えての曲をいきますか。 Break the Chain。We'll be right back.
ぜ行くぜ行くぜ。時間の波を捕まえて今すぐに行こう約束の場所限界無限いざ飛び越え
つがりの仮面ライダーだ。ありがとうございました。ここがライブの世界か。随分と人がいるな。なんだこの衣装は。まあこれを完璧に着こなしてしまうのがこの俺角谷つかさだけどな。角谷つかさ終わり。今日は本当に来てくれてありがとうございました。こんな遅くまでみんな終電あるのか。
この2日間にわたる10年祭をやり遂げることができたのは、最後にここで僕が鳥として立つことができたのは、スタッフさんやライダーチップスの皆さんや今日来てくれたアーティストの方々、そして何よりこの会場に来てくれた皆さんのおかげです。そして平成仮面ライダー10年の歴史、いや第1号から始まって今までの歴史、それが僕の今日ここにいる、今日ここにいれる本当に幸せです。気持ちいい。はい、ありがとう。ドラマ版の仮面ライダーも8月8日の映画も、全部そう見に来てよ。最後まで今日以上に盛り上がっていくので、最後までディケイドよろしくな。サンキュー。それじゃあ最後に今日来てくれた素晴らしい歌を聴かせてくれたアーティストの皆さんにもう一度登場してもらいましょう。皆さんどうぞ。ありがとうございます。今日本当にありがとうございました。ライダーチップスの皆さんを前に、今日僕はここに立てて本当に幸せです。今日本当にありがとうございました。ディケイドの旅は終わらねえからな。今日は本当にありがとうございました。全てのライダーを集めろ。戦うとはこういうことだ。この世界にもすでに大ショッカー魔の手が、ホルムの現象が起きているのか。それこそが大ショッカーによる全ての世界の征服だ。世界はもうおしまいでは。命ある限り戦う、それが仮面ライダーだろう。時を超えて激突する正義と悪の超絶バトル、全仮面ライダー集結せよ。劇場版仮面ライダーディケイド、オールライダー対大ショッカー。みんな、この夏映画館で待ってるぜ。じゃあな。
ございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。お疲れ様でした。お疲れ様でした。お疲れ様でした。最高っすよ、もう本当生きててよかったって感じで、本当にもう全力尽くしましたんで、10年20年と平成どん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 続けていってください。これも体力のつく限り響きながら応援させていただきます。今日はありがとうございました。お疲れ様でした。ありがとうございました。お疲れ様でした。お疲れ様でした。楽しかっ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 た。またやろう。またやろう、うん、必ず。僕も出させてください。力雄でした。それは考えておきます。あら、お疲れ様でした。お疲れ様でした。はい。つかさでした。今日はつかさで、やらせてもらったんですけど、本当に会場の皆さん温かくて、はい、もう何も言えない。なんかすごい声枯れちゃったんですけど、なんかもう本当に仮面ライダー1号からの歴史があって、ここに立つことができるんだなと思って、本当に嬉しく思います。本当に僕が今日ここに立ててよかったです。こんななんかアーティストだらけのところの中に混じって、はい、いいのかなと最初思いましたけど、やれてよかったです。ありがとうございました。失礼します。